野田神社鉄道路線図野田神社鉄道は、千葉県東葛飾郡野田町2900年から1926年まで存在した一社起動、及びその経営会社である。町内の工場と江戸川や野田町駅とを結び、醤油の輸送を行っていた。野田神社鉄道のトロッコを使用した醤油出荷の様子野田は、江戸時代から醤油醸造が盛んな土地であり、その出荷は、 上貸しと下貸しという2地点から江戸川の水運が使われていた。醤油工場から両河岩までの輸送は馬に寄っていたが、1897年、頃になると野田醤油醸造組合の中で、人社鉄道を整備することで、工場、河岸間の輸送力を上げようという動きが起こる。こうして、1900年1月28日、資本金3万円で、 野田神社鉄道株式会社が設立された。取締役社長は、もてぎ七郎衛門であり、本社は関西役の中川中衛門の自宅に置かれた。線路用地の買収などは、地区の有力者が当たったことからスムーズに進み、同年3月にはこれを完了し、工事開始となった。同年12月8日、醤油工場が並ぶ野田町の目抜き通り上に、敷設された本線閣である。 野田下町郵便局前と、下賀市へ向かう支線である、野田上町近所、その途中から分岐して上菓子島を結ぶ野田境町、中野台が開業し、これに合わせて工場、くらいの引き込み線も付設された。期間は7 6 2ト、mm、ル、途中に4箇所の交換所が設けられており、上菓下菓子には、ループ線が設けられていた。 1908年5月になると、野田町醤油醸造組合は、当時の県知事である、有吉忠和に、野田柏間の県営鉄道付設を請願する。有吉は、鉄道付設を大いに推進していたため、1910年8月31日、千葉県は、同区間への千葉県営鉄道野田線の付設を、軽便鉄道法によって出願した。これに伴い、野田人社鉄道も、 接続のため路線の延長を図る。しかし、手続きの遅れから、この延長はなかなか進まず、県営鉄道が野田町駅まで開通したのは1911年5月9日だったのにも、かかわらず、一社鉄道が同駅まで開通したのは1913年6月18日であった。また、県営鉄道の建設をきっかけに上がし、下がし、一社の業務統一が図られ、 1912年7月には、丸3運送店が設立される。野田人社鉄道という会社自体は存続したが、以後の実質的な運営は丸3運送店によって行われることとなった。開業当初はあまり輸送量が伸びず、組合の臨時会で利用を促す決議がされるほどであった野田人社鉄道だが、県営鉄道の開業前後からは、輸送量も伸び、経営も安定していた。 そんな野田神社鉄道の転機となったのは、1923年9月1日に発生した関東大震災であった。直接の被害こそなかったが、東京へ入る鉄道が止まってしまったことから、トラック輸送が初めて使われるようになったのである。これ以降、輸送におけるトラックの優位性が認められるようになり、人車はその必要性を急速に失っていった。こうして、 1925年9月1日、野田神社鉄道は全線が廃止される。なお、この時点では正式な廃止の認可を得ておらず、書類上での廃止認可、届けでは、それぞれ1926年8月25日、9月13日であった。ただし、野田神社鉄道の廃止後も、人力による醤油の運搬が、野田町内から完全に消えたわけではなく、各工場内の引き込み線が、 校内運搬用に使用されていたほか、工場と野田町駅を結ぶ、期間 600mm の専用線が新たに付設されるなどしていた。また、野田神社鉄道本社社屋は、後に、総部通運株式会社本店として使用された。ダイヤは定められておらず、出荷の状況に合わせて、不定期に運行が行われていた。そのため、交換設備がない場所で対抗することも多く、 その際には、積載が少ない方の車両を線路から外して列車交換を行った。以上、鉄道院連邦、鉄道院鉄道統計資料による。1907年以前は、鉄道局年報に輸送実績が記録されていない。また、1908年の輸送量については、不自然との指摘もある。車両は全て無害者で、年度によって多少上下するが、 25両前後が存在した。側板などが一切ない簡易なもので、積載重量は2トン。これを、妊婦二人で押した。AB、人が記者を押した頃55ページ。ABCDEF、白土佐田を、失われた、鉄道、軌道を訪ねて、野田神社鉄道、鉄道ピクトリアル1971年4月号、電気車研究会。 83から86ページ、人が記者を押した頃65ページ、軌動運輸営業廃止、官報1926年10月13日、人が記者を押した頃61ページ。ありがとうございます。